有名スイーツ店がオープンしたので、せっかくだから初日に行ってみようのコーナー。おうちーズケーキ屋さんは、開店初日に大行列。栃木県那須に本店を構えるチーズにこだわった焼き菓子を製造販売する洋菓子ブランド、バスクチーズケーキもあるようです。普通のチーズケーキとの違いがわからん。美味しそうなのはわかったけどね。人気ナンバーワンはこの御用邸チーズケーキ。ナンバーワンなら間違いないでしょう。よし、これを信じて買ってみよう。この御用邸チーズケーキ、那須高原に御用邸があることから名付けられたとか。他の商品もチェックしよう。チーズクッキーやラスクもあり。レモンチーズケーキがナンバー2らしい。これも美味しそうだけど、今回は我慢。ガレットとのセットというが、ガレットって何？冷蔵品もあります。チーズケーキシラサギも有名みたいですね。チーズとソーセージもあり、カチョカバロがありました。著書館です。御用邸に決めた。レジに並んでいる人誰も買ってないけどね。意外とジャーキー類が豊富。ベーコンも美味しそう。がしかし、今日は浮気はしない。並んで会計を済ませます。なかなか会計が進まぬ。初日だからね。ショーケースがありますよ。どれもバカ売れしてました。ケーキ類みたいですね。どんどん売れて、じゃんじゃん追加してました。ショーケースの商品は会計士に注文。4人くらい座れるイートインもあり、ソフトクリームも食べられます。買いました。コーヒー大臣。ただいま。買ってきましたよ。え、何々。じゃん。御用邸じゃん。知ってるの？有名だよ。早く食べよう。オープン。なぜか開かない。お、こんな感じ。早速切っていきましょう。焼き色が本当に綺麗ですね。シートが綺麗に剥がれます。厚みは薄いかな、2センチくらい。通常のチーズケーキはもうちょっと厚いよね。
切っていきましょう。扇形に切ります。一人前をカットしよう。お皿に乗せます。ナイフはスーッと通って。柔らかいけど型崩れしない。断面は綺麗です。パックマンか。早速いただきます。うまい。しっとり感があり濃厚。だけど食べやすい。腹持ちが良さそうだから。僕は朝食に食べたい系。コーヒー大臣。新しいペプシが巷で話題。それは、生コーラ。売り切れ続出らしく。噂では薬膳コーラに近いらしい。爽快感最高レベル。容量も多めの 600ml。 46kcal。 どんな味でしょうか。ワクワクしますね。飲んでみます。普通のコーラとどう違うのでしょうか。あ、いいんじゃない。あれれ、もう終わっちゃうの？チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。じゃん始まるよ。じゃんけんぽん。ご主人様、明日はどこへ行きますか？